風に乗ってたどり着いた。生命の力を飲み込んでいるビーストイースト大陸に、昼と夜の周期が不規則で、得体の知れない不気味なオーラが漂っているな。最も深き場所、堕落した声が導く場所、千年樹クッキーはなぜそんな警告をしたのだろう。不吉な未来でも見たのだろうか。闇を追うことに集中しよう。それが私の使命なのだ。一見ベトついた液体が流れ出る鉄の切り株のような空洞に見えるが、奥に向かって鉄の洞窟が果てしなく伸びている。地下の奥深くで一体何を企んでいるのか。はっ、これで最後か。足音が2つ。生命エネルギーの吸収プロセスを開始します。準備完了。サインを送ってくれたらレバーを下げるよ。カウント開始。3、2、1。レバー OK。 生命エネルギー正常速度でチャージ中。生命エネルギーの吸収率増加を確認。レバー固定完了。偽りの全体プロセス正常作動確認完了。終わった。機械を作動させるだけなのにどうして二人も必要なのかわかんないけど、すべての研究の原動力である生命エネルギーを確保する作業です。ここで問題が発生したら研究全体に支障をきたしてしまいます。それほど重要なプロセスだからこそ、研究の始まりとなった概念、偽りにちなんだ名を与えられたのです。真面目だな。そりゃ君は一度もミスしたことがないんだろうけどさ。次のプロセスに移動する時間です。急ぎましょう。はいはい、今行きますよ。生命エネルギーを集めることは手段に過ぎない。では本当の目的は一体何だ。ひとまず様子を見るしかないか。魂プロセスを開始します。何か考え事ですか。え、いや、何でもない。ここからは集中してください。ほんの些細なミスでも生地に魂が宿ってしまいますから。はいはい、分かってるって。それじゃあ始めるよ。魂反応なし。次の生地群に移ります。生地群チェンジ完了。あのさ、やっぱりおかしくない？生地に何か問題でも？そうじゃなくて、ちょっと気になることがあって。俺たちの目標は、ビーストクッキーの魂がうまく定着できる生地を作ることだろ？でも今は、魂が宿らないように生地を加工している。目標とは逆のことをしてるっていうか、実験の方向性が変わったのかな？実験の目的が変わったって話はなかったでしょ。他の魂は宿らないようにして、ビーストクッキーの魂だけを定着させるためだと思います。上に言われた通りにしていれば何の問題もありません。余計なことを考えるのはやめましょう。おっと、魂反応を検知。気味悪い動きだな。待機場行きですね。生命の力を集めてビーストクッキーの体を作るだと。
記事は誕生とともに生命と魂が宿るもの。ここで自然の摂理に逆らうことが行われているということだけは確かだ。洞窟の奥深くに入るほど揺れ動く汚れた生命の力。堕落した者たちの記事に徐々に近づいている。ついに最後のプロセスか。これさえ終われば休めるな。さっさと済ませて戻りましょう。破壊プロセスを開始します。遠心分離機の中に生地を入れて最終的に不純物を取り除きます。生地に残っている最後の個性を破壊するためのプロセスだな。目的を忘れていないようでよかったです。ずっと考え事をしていたから心配しました。俺からしたら何も考えずにいられる君の方が不思議だよ。いくら考えてもおかしなことばかりだし、そもそもこんなに生地を大量に作る必要だってないだろ。作ろうとしているクッキーはたったの5種なのに。確実な結果を出すために繰り返し研修しているだけです。どうしてそこまでして知らないふりをするんだ。さっき何か考え事かって聞いたよな。俺たちも魂のない生地たちと何も変わらないって思ったんだよ。まるで同じクッキーみたいに同じ仕事をしながら頭の中までコントロールされているんだ。君も他のグループの奴らの話を聞いただろ。魂を生地に固定する研究はもう成功してるって。ビーストクッキーの体だってそうだ。一種のクッキーは体が完成してとっくにここを出たそうじゃないか。君も知ってるだろ。それから生地の実験内容が全部変わって、きっと俺たちに隠している別の目的があるんだよ。これ以上知らないふりをしてたまるか。俺は魂のない生地じゃない、クッキーなんだから。何度も言ったはずです。私たちがそこまで考える必要は。もうこの話はやめましょう。そこの生地のトレイを持ってきてください。苛立つのはわかりますが、生地が溢れそうなので、とにかくトレイを持って。まさか、またなの？なぜ知らないふりをするのか、ですって？それを知ろうとしたクッキーは、みんな、いつの間にか消えてしまうからよ！最初から全部教えればよかったかな。いや、そうしたこともあったけど、これでもう何回目？また何も知らずに入ってきたクッキーを同じグループの一員として迎え入れればいいのかしら。このままじゃ本当にどうにかなってしまいそうだわ。この音。傲慢で不穏な気配。その気配が導く扉の向こうにあらゆる生命の力が飲み込まれていく。計り知れない深き闇がトグロを巻いているということだけは確かだ。そこに何を隠しているのか必ず暴いてみせる。闇の中に隠れていないで正体を現せ。あらゆる生命に息を吹き込む最も純粋な風よ。ついにここへたどり着いたのですね。堕落した存在のくせに千年樹クッキーの真似事をするとは。これでも一応精霊クッキー様だってか。じゃーん、後ろから現れるとは思わなかっただろう。古代の地で朽ち果てるべき魂が解き放たれたか。二度とザレ事を吐けぬようにしてやる。俺のことをご存知とは非常に光栄ですが、
残念ながら今は魂しかないんだよな。もちろん体がまだここにはないって意味だよ。亜空間を操ることができてよかった。他の皆さんと違って魂だけでも動けるんだから。どのみち実体のない虚像に過ぎない。俺は左側にいるんだけど、会話をするときはちゃんと目を見て話さないと。体が完成した瞬間、世界中を偽りで覆うことだってできるってことも忘れないでよ。その前にお前の不完全な体を自然に返してやる。おお、配役に忠実なセリフだね。でもお前の役目は本当にそれで全部かな？どういう意味だ？ほらほら、今度は右側に注目してください。耳を澄ませばきっと聞こえるはずだけど、耳が遠くて聞こえないなら親切にご紹介いたしましょう。救世主を待ちわびている、あまたの生命の叫びよ。これは数百、いや数千、摂理に逆らって作られた生命が吹き込まれた記事。じゃじゃーん、びっくりした。いや、虫図が走っているのかな。やはり精霊クッキーの皆さんは自然の摂理の中で生まれた純粋な生命だけを見守る傍観者なんだね。一体何をしているんだ？よーく考えてみてよ。俺の仲間の体を作るためだけにこんなにたくさんの生地が必要だと思う？とっくに体を手に入れてここを立ち去ったクッキーもいるのに、数千もの生地たちが一体どこに使われるのか気にならない？答えはここよりもっと奥深い俺の体がある場所に行けばわかるかもよ。私は堕落した者の話などに惑わされない。お前の本当の目的を明かせ。いや、お前は恐れているんだよ。最も深き場所、堕落した声が導く場所には決して足を踏み入れないでください。闇があなたの最も純粋な生命を奪っていくでしょう。なぜお前が千年樹クッキーの言葉を。驚いて目を丸くしてやんの。偽りに混ぜるための一滴の真実はソウルジャムが囁いてくれるのさ。俺の本当の目的、自然の摂理を守る存在が粉となり自然へと散っていく悲劇。闇を追う崇高な使命を諦めて逃げ出す虚しい結末も素敵だな。俺は面白ければ何でもいいのさ。千年樹クッキーの予言通りなら、さらに奥深くで待ち受けているものは破滅のみ。しかし、偽りの中に隠されたたった一つの真実、堕落した声が導く場所でさらに深い闇がとぐろを巻いている。たとえこの体が砕けようとも、その闇を暴き必ず使命を全うしてみせる。偽りのささやきに生命の風は粉々に散り、悲しく泣き叫ぶ根の悲鳴が聞こえてきます。循環できずに汚れてしまった生命たちの悲鳴。
決心がついたかな。千年樹クッキーのところに帰るんだろ。ってことは失敗作たちが捨てられた下水道から這い出なきゃね。その口で生命を侮辱するな。闇を追うことが私の使命。最も深いところまで追撃してやる。本当に？緑のお兄さん本気で言っちゃってる？Ladies and gentlemen、 熱い拍手でお迎えください。残酷な真実を探し求める守護者の登場です。まるで炎だと分かっていて飛び込むガのようだな。イエッヘヘヘヘ。引き裂かれた生命の力が上げる悲鳴が至るところから。そして今にも体を飲み込もうと迫り来る闇。生命エネルギーの吸収プロセスを開始します。そもそもこんなに生地を大量に作る必要だってないだろう。作ろうとしているクッキーはたったの5種なのに。君も他のグループの奴らの話を聞いただろ。魂を生地に固定する研究はもう成功してるって。よーく考えてみてよ。俺の仲間の体を作るためだけにこんなにたくさんの生地が必要だと思う？数千もの生地たちが一体どこに使われるのか気にならない？緑のお兄さん、心の準備はできたかな？黙れ！闇の中で生命エネルギーを食らい続けているもの。自然の摂理に逆らってまで成し遂げようとしている本当の目的を明かせ！これは…じゃじゃーん！究極のクッキーをご紹介します。貴様、なんてこと。ちょっとちょっと誤解してない？俺が作ったわけじゃないよ。まあ、あれが食らう生命エネルギーを集めるのには少し手を貸したけどな。体を作ってくれた同業者へのちょっとした恩返しとでも言っておこうかな。暗黒魔女クッキーのおもちゃに驚く気持ちもわかるよ。たった一つのクッキーを作るために数千もの生地を育てるなんてな、いくらなんでも効率が悪すぎる。冗談ではない。あれが目を覚ました瞬間、世界は絶望に覆われてしまう。おや、それがわかるとはなかなかやるね。だが心配ご無用。世界が絶望に覆われるより先にお前が究極のクッキーの養分になるんだから。ちょうどいいところに暗黒魔女クッキーの番人がお出ましだね。さあ粉々になる時間だよ。かっこつけてやがったくせに、いいざまだな。あー残念、オーブンの振動で矢が当たらないね。黙れ。このままではビーストクッキーたちの復活もオーブンの中の生地が目覚めるのも防げない。世界に絶望をもたらす存在、究極のクッキーだけでも阻止しなければ。
緑のお兄さん、考え事なんかしている場合じゃないと思うけど。いい加減諦めて受け入れちゃいなよ。何も得られずに粉々になる運命を。私が選んだ運命はただ一つ、最後まで使命を全うするのみ。オーブンの振動がどんどん激しくなっている。自らを守るために身もだえしているのか。どうだろうね。オーブンの中ばかりに気を取られていたらダメだよ。一瞬、悲鳴のようなものが。まさか、この振動、自分を守るためではなく。やっと気づいちゃった。無理やり取り込まれて汚れていく生命の力、そして生命のパウダーを抱いたままズタズタに引き裂かれて苦しむ無数の生地、その全ての苦痛にもだえる悲鳴だったのか。どうした、急にオーブンの中の奴らがかわいそうに思えてきた。でもお前が追っている闇はあれで間違いないんだよ。オーブンの中にあるのは生命の循環を妨げる絶望の種。汚れた生命の力を吹き込まれ苦しんでいる生命でもある。今オーブンの中で息づいている生地はただの闇なのか。あれ、ジレンマに陥っちゃったのかな。ここで私がすべきことは。何も難しく考えることはないさ。最後まで使命を全うするんだろう。撃っちゃえよ。オーブンの中で息づいているのは絶望をもたらす闇。ついに弓を手にする気になった。体もないのに首を長くして待っちゃったじゃん。皆さん、お待たせしました。それではご覧ください、生命の守護者が生命を見捨てる悲劇を。ま、どうせ矢が届くことはないけどね。そしてそれは救いを求める生命でもある。私は生命が持つ再生と浄化の可能性を信じる。なんだって。生命の苦しみに耳を澄ませるのだ。苦しみが導く場所へ澄んだ風が吹き込むだろう。弓は闇を追い払い魂を癒すためのもの。たとえ闇に染まった生命であったとしても、この矢でその闇を浄化するのだ。北東へ流されていた生命の流れが少し安定しましたね。このような未来は存在してなかったはず。デザートの森の坊やが作り上げた新たな可能性であり、奇跡でしょうか。浄化の風が吹いてきますね。生命の力を取り込んでいた動きが止まった。モンスターや偽りの声も
だが苦痛が止まったのもほんのつかの間。全力を尽くしても闇に苦しめられている生命を完全に救うことはできなかった。もう時間がない。ここで起こった恐ろしい出来事を自然を導く者たちに急いで知らせなければ。体が完成するまでちょっと退屈しのぎでもしようかと思ったのに。最近のクッキーたちはどうして台本を渡してもまともに読めないんだろう。粉々になるどころか、排水口の中のネズミみたいに逃げおせるなんて。いや、でも手強い分、それはそれで。破壊する楽しみが増すのかな。